聞く、開花メルマガ。2019年3月13日。お楽しみ様です。一般社団法人、開花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ。心の枯渇感、ヒリヒリ。 から心の潤い感へ心の枯渇感ヒリヒリ感それに対して心の潤い感両方体験したことがある私どちらにも意識的になることができますが枯渇感は本当に本当に疲れて自分が一番かわいそうで 自分に申し訳ないので今は全くやりません。でもかつてはそこに気づかずおそらく14、15年は自分の心が枯渇する側をやっていたと思います。心の枯渇感。この枯渇感を埋めるためにヒリヒリ感を埋めるために私はチベットに行ったりインドのダラムサラに行ってダライラム法王にお会いしたり ガンジス川に入ったりそのようなことをやっていました内観研修に行ったり大きなセミナーに行ったりそれはそれで今の私を作ってくれて本質の私を取り戻してくれたのでとても良かったことです7泊8日の内観研修を通して一番気づいたことそれは答えは外にない答えは全て 自分の内側にあるということでした今の開花のワードで言うと私たちの源はゼロポイントフィールドでゼロポイントフィールドすべてに情報が存在しているということですねさて自分小説あなたが生まれてからお亡くなりになるまで やったこと感じたこと言ったことがフォトンの情報データとして保存されていますそこを私は自分小説と感じています私の中で0歳から30歳40歳の文章で読み飛ばしているストーリーそこをもう一度 おかげでという周波数が書いてなかったかなと思ってかつてのことを読み返していくんですねするとどん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 出てくる出てくると思い出すたびに涙涙涙内観の時4日目くらいからようやく過去がリアルに見えてきました。 うちは5人兄弟なのですがその5人と母親の6人で小学校の頃は洗濯物の山をみんなで畳んでたんですねこの時の映像最初に見えてきたのが日暮の「しのかなカナ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 」という声と網戸からくるぬるい風そしてノースリーブの母親の 肩越しに兄弟と洗濯物を畳みながら私がリアルに感覚として「あーこの人大好きだな」というのが出てきたんですね幼稚園生が「マ、ま、マ、あ、大好き」っていう感覚です初めて内観に行ったのが26歳今でこそ大好きでありがたい存在ですが 内観に行く当時の私は母に対して心を話していた時期でもありましたそれなのに「大好きだな」という感覚が湧いてくる本当にありがたすぎてありがたすぎてたくさんのおかげでが出てくるんですね自分小説の本当のメッセージを読まずに日々 呼び飛ばし見たくないものは破いていたような状態かつてはスカスカの薄い小説でしたおかげでの行間を読むその度に自分小説がどんどん濃くなっていく感じでしたそれからは外に求めるのではなく内側から湧く感覚を得ています この内側から湧くという感覚はゼロポイントフィールド側から来るものですが誰かすごい人のそばにいるパワースポットに行くセミナーを受けるということをしていた時その時は気分が楽ハイテンションだけどつらいところに行くときつくなるそれは外からももらおうとしていた 状態だったんですね自分から湧き出るものそこが本質であり必ず内側にありますあなたとゼロポイントフィールドは切り離せられませんそれは水と H2O を切り離せられないのと 同じであなたの構成要素が素粒子で素粒子はゼロポイントフィールドから生まれてきているのであなたとゼロポイントフィールドは切り離せられませんそれなのに外に求めようとすると自分にはないとしてしまっているのでその時間ゼロポイントフィールドを否定しているような感じになってしまいます実は 開花で伝ええていることの中にも答えはありません心の潤いはどこにあるのかそれはあなたの内側にあります開花は教科書のようなものです算数や英語をいくら勉強しても自分でやろう 自分の感覚にしていこうとやらない限りただ年数が過ぎてテストでなんとなく点数を取っていくだけになってしまいます心の潤いは開花に求めるのではなく私の内側にすでにあるものです水の中に H2O があるって言われてもピンとこないし 想像ししてイメージするしかない例えば地球が丸いそのことだって地球上のほとんどの人が見たことありませんでも地球上のほとんどの人が地球は丸いということを当たり前にしていますあなた自身はゼロポイントフィールドであり全てであるこの概念はまだ 新しいですが、アービン・ラズロー博士、リチャード・ファインマン、デビッド・ボーム、リン・マクタガード、フリッツ・アルバート・ポップといった物理学者、心理学者、哲学者、ジャーナリストなど、いろいろな方が唱え始めています。このことを感覚として感じられている方もだんだん増えてきています。そして、そのことを知って、 日常生活していると幸せなのでそちらが本物ですねあの人と私とは別物は嫌いこれは偽物であり本質からずれている状態なんです私も嫌いという感覚はありますがその度に本質はゼロポイントフィールドそこをイメージする実験を 毎回しているようなものです心の枯渇感ヒリヒリ感これは私はゼロポイントフィールドと別物あの人と私とは別物という観念と見えているものしか信じないというものだからです150年ほど前までは目に見えていないものが本質 と分かっている日本人だらけでしたアービン・ラズロー博士も「私はコミュニティでありコミュニティは私である」とおっしゃっています「私とはこの肉体だけではなく意識が私」「心の潤い感」「これは実は 私たちの内側に内包しています外に求めても潤い感は得られませんまた外にもらい行こうとします是非心が潤いじわじわ感の感謝そこを感じながら日常を過ごされてくださいねあなたのお肉は水と 炭素でできているの知ってるでしょうかその水と炭素は素粒子でできてますその素粒子はゼロポイントフィールドから心の潤いの源から生まれてきていますつまりあなたの内側あなたそのものが潤い なんです。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。